スミス24から1は、地球からおよそ5500光年離れたところにある、三光星雲 NGC 6357の中に含まれる、三回星団ピスミス24の中で最も明るい恒星。かつては、基地の恒星の中で最も質量が大きいと考えられていたが、現在では、それが少なくとも3つの恒星の合成の結果であることが分かっている。それでも、基地の恒星の中でも、有数の高度と質量を持つには違いない。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した NGC6537 及びピスミス24の高解像度画像。ピスミス24の中で最も明るい恒星がピスミス24から1。出典、NASA、エサ&ヘスース・マイス・アペラニズ元々はコルドバ総点星表で CD-34 度11671、ヘンリー・ドレーパーカタログの拡張版で HD319,718 として収録されていた恒星である。それ以前にジョン・ハーシェルがすでに二重星として記録しており、ハーシェルの2つの光源は、その後ピスミス24の研究が進むにつれ、明るい方がピスミス24から1、暗い方がピスミス24から17であることが分かってきた。非領域 NGC6537 に囲まれた小さな星の密集領域は、1959年のピスミスの報告以降、1個の三回星団として認識されるようになった。このピスミスの報告で24番目に挙げられた三回星団であることからピスミス24と呼ばれる。その後、ピスミス24はまず15の恒星に分解され、そのうち12の恒星が星団の一員であり、ピスミス24から1はその中で最も明るい恒星で超巨星であると考えられた。さらに詳しい観測によって、ピスミス24から1は O3.5 型超巨星と O4 型の巨星が、だいたい600英雄くらい離れて存在する連星で、さらに超巨星の方は分光連星であることが分かった。ピスミス24から1系のうち、2つの成分は実子連星であり、銃星の方位角の向きから NE と SW という記号で識別される。ピスミス24から 1NE は、ピスミス24から 1SW よりもやや明るく、高温に見えるが、分光連星である。ピスミス24から1は、早くから視線速度の大きな変化が報告され、連星軌道に起因するものと予想されており、ピスミス24から 1NE とピスミス24から 1SW に分解された際に、ピスミス24から 1NE に、特徴的なスペクトル成分で先に報告された視線速度の変化と一致が見られたことで、ピスミス24から 1NE の方が連星であることが分かった。ピスミス24から1は食連星でもあり、その変更周期はおよそ 2.4 日である。周期からすると、食を起こしているのはピスミス24から 1NE の2つの恒星と見られるが、ピスミス24から 1NE と24から 1SW の高度曲線を区別できているわけではない。ピスミス24から1の高度曲線の形状は対照的で、これは公転軌道が円に近く、食連星の2つの恒星が質量も温度も似ていることを意味する。銃星カタログでは、ピスミス24から1はもっと暗い恒星を含む多重星として収録されているが、見かけの大きさが2分しかない三回星団の一員であるので、星団の他の恒星と銃星に見えるのも無理はない。ピスミス24から 1NE の2つの恒星は、視覚的に分離はできないが、高度曲線から色の分析をすることで、2つの恒星がほぼ同じ有効温度、およそ 42,000K であることが分かった。2つの恒星を合わせて、高度は太陽のほぼ80万倍。それぞれの恒星の高度は太陽高度の40万倍に近いと見られる。二つの恒星を合成してのスペクトル型は O3.5 IF 型となっており、これは窒素イオンの基線、特に3回電離窒素の基線が2回電離窒素の基線と同等以上に強く、ヘリウム原子の基線は弱い O 型超巨星であることを表している。それぞれの構成のスペクトル型は求められておらず、どちらも似たようなスペクトル型と仮定して考えられている。単独星として計算したピスミス24から1NE の質量は太陽の74倍、初期質量だと太陽の97倍となるが、各恒星はそれより小さく、初期質量で太陽の64倍程度と推定される。ピスミス24から1の近傍からは X 線も検出されており、そのスペクトルからは高 X 線と南 X 線、2種の温度の成分があると予想される。これは一般的に高温の近接連星同士の恒星風が衝突することで発生すると解釈され、X 線源がピスミス24から 1NE であることを示唆する。ピスミス24から 1SW は見たところ単独星で、スペクトル型は O43、有効温度はスペクトル型からして、およそ4万 K、3回電離窒素の基線が2回電離窒素の基線より弱く、ヘリウム基線も弱いのに加え、3回電離ケイ素イオンの基線が見られるのが特徴である。高度は太陽のおよそ65万倍で、質量は太陽の66倍程度と見られる。初期に理論計算で推定されたピスミス24から1の質量は太陽の291倍あるいは210倍で、理論的に可能な恒星質量の上限を大幅に超えていた。この推定はピスミス24から1を構成する天体が2つ、3つと増え、恒星大気の理論が更新されるにつれて縮小し、現在の推定は星形成理論で許される範囲に収まっている。ありがとうございます。